ってはスイングアウト、with inside turn、 これをしてみたいと思いますが、これはこうですね、ここからいつものようにスイングアウトの全般をします。1、2、3、4、ね、でさらに今度はこういうふうに、回転は右回転継続ですけど、いつもだとこうこうホールドを維持したまま、女性を、まあ、据え置いて向こうにね回転継続しますが、1、2、3、4、5、6、7、8というふうに腕を上に上げて、そのまま、1回転余分にするということですね。ゆっくりしましょう。1、2、3、4、ね、ここまでは一緒です。そしたらいつもだと5のこう来るところを、まあほとんどこれは同じですが、5で2分の1ぐらい回転して、さらに6で2分の1ほど回転しつつ、7、8でさらに4分の1回転して迎え合うようにします。反対向きからしましょう。分かりやすいように斜めからしますね。斜めの進行線といいますかね。1、2、3、4、そして5、6、7、8、ね、腕は割とコンパクトにね、あんまりこう伸びやかにしないようにしますね。もう今度はこの向きからしましょうか。1、2、3、4、90度回転、男性しながら5、6、7、8、さらに応用としてですね、その女性最後の7 and 8のところでさらに1回転することもできます。ちょっと一番最初は難しいので、トライしない方がいいかもしれませんが、まっすぐ向きにしようかな。1、2、3、4、そして5、6、さらに7 and 8、3歩ありますからね、ここで1回転してまた1、2ということも可能ですね。もう一回お見せしましょう。今度はこっちの向きからしましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、そして1、2、ね、いずれにしろ今日は、スイングアウトの後半をアウトサイドターンをつけた、アウトサイドターンもしくはアウトサイドスピンというのをつけたのをしましたね。もう一回して終わりましょう、ね、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、ね、では頑張りましょう。さよなら。